が美穂でカムザイナレ、皆さんお元気でしょうか。美穂です。ジュレと言いながら、今日実は私はデリーに来ています。なので久々のナマステです。デリー、ちょっと皆さんこの空の色を見てください。白いんですよね。もう今日はまだちょっとマシな方なんですけど、もうずっと一日中こんな感じです。大気汚染です。もうラダックの青、土快晴の空を見せてやりたいですね。やばいです。日本では秋になってかなり感染者数が増えているというふうに聞いています。皆さん大丈夫でしょうか。インドはですね、夏からずっともう、アメリカに次いで世界第2位をキープしてるわけなんですけど、やっぱり秋になって最近ちょっと感染者数が増えてきているようです。デリーは特にまだロックダウンなどはないんですけれど、ラダックは今5日間のロックダウンに入ったとスタンジンから聞きました。やっぱ小さいところなので多分先手先手を打ってるのかなと思います。さて今日は、こんなコロナの状況の中でデリーの公共交通機関であるメトロ、地下鉄ですね、地下鉄の様子 と、それからマスク事情について、マスク事情について紹介したいと思います。ではご覧ください。ये कितना है एक पीस? ये 30. ये 30. ये सब 30 रुपए. अच्छा ठीक है, ये लीजिए. というわけで今日はメトロの様子とマスク屋さんをご紹介しました。メトロは意外と対策をしているというか、ちゃんとしてるなって思った方も多いんじゃないかなと思いますが、ぶっちゃけ多分あれ体温測ってるんですけど、測った体温多分見てないと思うんですよね。でまあそんなところもフォーマリティ形式が大好きなインドっぽいのかななんて思っています。ちなみにショッピングモールなんかに行っても
あのモールに入る前はもちろん、あの入った後ももうテナントですか、中のお店1個に入るたびに体温を測られて、そんなに体温変わんないよって思うんですけど、体温を測られて、手の消毒もさせられるので、もうモールを出る頃にはもう手がカサッカサになるんですけど。ちなみにマスクはですね、だいたいご紹介したような道端のは20ルピーとか30ルピーとかで売ってるんですけど、ちょっといいやつだと、私この前あのマジュヌカティラっていうチベット人が多いコロニーにちょっと行ったんですけど、その時には見てください、こんなチベット柄の、もう一枚買っちゃった、こんな感じのちょっとおしゃれなマスクなんかも売ってました。これは、80ルピー100ルピーだったのでちょっとお値段がするんですけど、おしゃれなものも売ってますでね、きちんとこうやって袋に入ってるので安心ですね。はい、ではこれから寒くなって、コロナの他にインフルエンザとか風邪とかいろいろありますけど、皆さんもお体気をつけてください。私もインドで頑張ります。それではまた次のビデオでお会いしましょう。ジュレー。